観葉植物、神宮寺ゆうタも夢中。アガベの魅力と育て方を徹底解説。アガベちゃんいらっしゃいよだれを垂らした顔毎日眺めて癒されてる土下座。神宮寺ゆうタが育てている植物、特にアガベに対する愛情が、彼のインスタグラム投稿を通じて垣間見え、ファンの間で話題になっています。神宮寺ゆうタはかつてナンバーアンダーライン愛のメンバーとして活躍し、今では俳優やタレントとしても知られる存在ですが、 そんな彼のもう一つの側面として植物を愛でる姿がファンの心をつかんでいます。アガベという植物の選び方や育て方、そしてそれに込められた思いが彼の人柄をより深く感じさせるエピソードとなっており、多くの人々にとっても共感を呼ぶ内容となっています。神宮寺がアガベに対する愛情をインスタグラムでシェアするたびに、ファンは彼の癒しの空間を少しだけ垣間見ているような気分になります。彼がアガベに対して、 可愛い癒されるという度に、その感情が伝染して、ファン自身も自然と植物に対する親近感や興味を抱くようになります。アガベは多肉植物の一種であり、荒れ地や乾燥地帯でも育つ強靭さが特徴です。その鋭い棘や力強い葉の形状は、神宮寺の強さと優しさを象徴するかのように見えます。彼のインスタグラム投稿には、時折その植物たちの写真が映り込むことがあり、 それがどのような背景で撮られたのか、楽屋なのか自宅なのかという小さな謎もファンにとっては楽しみの一つです。さらに彼のコメントには植物に対する思い入れが強く感じられ、その細やかな毛ぶりに心を打たれるファンも多いです。彼がアガベを、可愛いいと表現することは、一見シンプルな言葉ですが、そこに込められた愛情の深さを知ることで、その言葉の重みがより増してきます。アガベに対する愛情だけでなく、 神宮寺の植物に対する姿勢は彼のパーソナリティを反映していると感じられます。忙しい芸能活動の中でも彼は時間を見つけて植物たちに水をやり日光の調整を行い時には鉢の配置を変えてみたりと日々のケアを欠かしません。それはまるで彼自身の心のケアでもありストレスフルな毎日の中での小さな癒しを提供してくれる存在としての植物たちへの感謝の表れでもあるのでしょう。 こうした植物への愛情は、森田号との共通点としても話題になりました。森田もまた多肉植物、特にアガベに情熱を注いでいる一人であり、彼らが同じ植物を愛するということは、ファンにとっても嬉しい発見です。彼らが植物を通じて、どのように癒され、またどのようにお互いの感性がリンクしているのか、想像をかき立てられます。植物に対する愛情は、単なる趣味の域を超えて、 神宮寺の生活の一部になっているように思われます。アガベやその他の観葉植物たちは、彼にとって単なるインテリアの一部ではなく、日々の癒しと安らぎをもたらす大切なパートナーなのです。それは彼がアガベについて語る時の表情や言葉からも感じ取ることができます。かわいい、癒されるという言葉には、日常の中での小さな幸せを見つけ、それを大切にする彼の優しい心が映し出されています。 そして、彼がその感情をシェアすることで、ファンもまた自分の日常に小さな幸せを見出そうとする気持ちになるのです。神宮寺のアガベへの愛情は、ファンにとってもインスピレーションを与える存在となり、自分の生活にも植物を取り入れてみようという動機づけになっています。また、植物を育てることは簡単ではありません。日々の水やり、日照条件の調整、時には病気や害虫の対処も必要です。 それにもかかわらず、神宮寺は忙しい合間を縫って植物たちに手をかけ続けています。その様子は、彼の真摯な人柄を表す一つの象徴であり、彼がどれだけ誠実で細やかな気配りができる人物であるかを物語っています。ファンの中には、彼の投稿を見て自分も植物を育て始めたという人も多く、神宮寺が与える影響力の大きさを実感します。彼が植物を通じて表現する。 イしシのメッセージは、画面越しにファンの生活にも浸透し、日々のストレスや疲れを和らげる存在となっているのです。アガベのように育て方に工夫が必要な植物は、手間がかかる分だけ愛着も湧くものです。神宮寺が植物に向ける眼差しは、どこか穏やかでありながらも熱いものを感じさせます。彼の投稿には、ただ植物の美しさを見せるだけでなく、それをどう感じ、 どう育てているのかというストーリーが込められているのです。ファンにとっては、それが彼のプライベートな一面を垣間見せてもらえるような、特別な瞬間でもあります。日々の投稿を通じて、彼が大切にしているもの、彼がどのように日常を過ごしているのかが伝わり、それがまたファンにとっての癒しとなっています。彼のインスタグラムには、植物に囲まれた心地よい空間が広がっており、 それはファンにも安らぎと喜びをもたらす存在です。神宮寺の植物愛は、多くのファンにとって新たな視点やインスピレーションを与えてくれるものです。忙しい現代社会の中で、何かを育てるという行為は、自分自身を育てることと似ています。植物に手をかけ、成長を見守ることで、日々の小さな変化に気づき、自然の力を感じることができます。神宮寺の投稿を通じて、 私たちもまたその喜びを共有し、日常に彩りを加えることができるのです。植物を愛する人は優しいと言われますが、神宮寺の姿はまさにその言葉を体現しています。彼のインスタグラムには、彼の優しさや思いやり、そして日々の小さな幸せが詰まっており、それがファンを魅了してやみません。また、植物を育てることには挑戦もつきものです。水の量や日光の加減、 肥料のタイミングなど、すべてが成長に影響を与えます。神宮寺もきっと、時には失敗を経験しながらもその度に学び、より良い環境を整えようと努力していることでしょう。彼がその過程を隠さずシェアすることで、ファンもまた自分の挑戦に前向きになれるのです。神宮寺の植物に対する愛情は、単なる趣味を超えて、彼自身の生き方や価値観を映し出すものとなっており、 それが多くのの人々にととっってて癒ししや励ましとなっていまないす忙しい日常の中で植物に触れる時間を持つことが、どれだけ心を豊かにしてくれるのか、神宮寺の姿を通じて私たちも感じ取ることができます。彼の投稿を見ていると、自分も少しだけ日常に植物を取り入れてみようかな、と思わせてくれるのです。神宮寺雄太のあがべ愛は、彼のパーソナリティをより深く知るための窓であり、 彼が何をを大切にしてているのかを教えてくれます彼が植物を通じて感じる癒しや喜びは、ファンにも伝わり、私たちもまたその感覚を共有できることが嬉しく思います。植物を育てることの大切さや楽しさを彼の投稿から学び、そしてそれが私たちの日常を少しでも豊かにするきっかけになればと思います。神宮寺雄太の植物に対する愛情は、これからもファンにとっての癒しであり続け、 彼がどのような未来を描いていくのか、ますます楽しみです。彼の優しさと繊細な感性が、多くの人々にとってのインスピレーションとなり続けることを願っています。神宮寺雄太が植物に注ぐ愛情は、ファンだけでなく、広く人々の心に癒しをもたらしています。特にアガベという植物に込められた彼の思いは、見る者に優しさと強さを感じさせ、私たちの日常に小さな光を与えてくれます。 植物を育てるという行為は、ただ美しさを楽しむだけではなく、根気や忍耐、そして愛情を必要とするものです。神宮寺の姿を通じて、植物の成長を見守る喜びや、小さな命に対する尊重がどれだけ豊かなものかを再確認させられます。彼のインスタグラムには、日常の忙しさの中でも植物を通じて心を落ち着かせる様子が映し出されています。アガベは、 その強靭な歯と独特の形状で存在感を放ちますがそれをかわいいと表現する神宮寺の視点には彼の独特な感性が反映されています植物に対するその柔らかな眼差しはただの観葉植物を超え彼にとってはかけがえのないパートナーとなっているのですそしてそんな彼の姿に触発されてファンたちもまた自分の生活に植物を取り入れ神宮寺と共に 癒しを共有すするようになっていますまた、神宮寺がアガベを育てる姿には、彼自身のライフスタイルや価値観が色濃く反映されています。芸能界の喧騒の中で、自分のペースを保ちながら植物と向き合う時間を大切にすることは、彼にとってのリフレッシュでもあり、自分を見つめ直す時間でもあるのかもしれません。日々の中で忙しさに追われてしまいがちな現代人にとって、植物と過ごす時間は、 心のバランスを保つための大切なひとときです。彼の投稿を見ていると、植物が彼に与える癒しの力を感じ取ることができ、それがまたファンにとっても心の支えになっています。さらに、神宮寺の植物愛は、私たちに環境への意識や自然との共生の大切さも教えてくれます。アガベのような植物は、極限の環境でも生き抜く強さを持ち、適応力に優れた存在です。 そのたくましい姿勢は、まるで現代社会を生き抜く私たちへの励ましのメッセージのようにも感じられます。彼のインスタグラム投稿は、植物を育てる楽しさや、その背景にある思いやり、自然との調和の重要性を私たちに伝えてくれます。彼の植物に対する細やかなケアの姿勢は、多くの人にとってのお手本となり、自然を愛する心を育むきっかけにもなっています。神宮寺の植物に対する情熱は、 日常の中での小さな幸せを大切にする生き方そのものです。彼が愛するアガベは、その強さと美しさで、まるで彼自身の姿を映し出しているかのように思えます。ファンにとって、彼の投稿は単なる有名人の日常の1コマを覗き見ること以上の意味を持ち、そこには彼の温かな人間性が詰まっています。アガベを通じて見える神宮寺の世界観は、どこか柔らかく、しかし真の強さを持ち、 彼の魅力をさらに引き立てる要素となっています。ファンたちは彼の植物コレクションを通じて自分自身の生活を見つめ直すきっかけを得ています。植物に触れ世話をすることで得られる癒しや満足感は決して一方的なものではありません。育てることを通じて植物からもたらされる静かな喜びや新たな発見の数々は私たちに豊かな心の時間を提供してくれます。神宮寺の姿は そんな植物との対話を通じて得られる小さな幸せをもっと大切にしたいと思わせてくれます。